はい、連盟対抗カップ第7回ツイッター杯ベスト16の試合始まっていきます。見ていきたいなと思います。ベスト16は、ゴールデンコンビ鬼頭戦士りょうさん、そして、オルフェイス B の赤い彗星さんの試合見ていきたいなと思います。じゃあ行ってみよう。さあ、ゴールデンコンビ、ベスト32で1チームとベスト16。さあここから前節ね、もうタピオカさん出ちゃったので残りのメンバーでどう戦っていくかっていうのが注目のところ。どちらも即日本ベース、両方とも即日本ベースなのかな。さあ見ていきます。キックオフはりょうさんから。りょうさんは即海外なのかな。僕が仕掛ける、負けるか。パッと見即海外ですね。即海外と即日本デッキ、そしてキーパーはどちらも、フェース林というようなところです。ポイント、これあれですね、ディアス気をつけないと。ディアスずっとすると若林抜けますからね、そこだけ気をつけたいところ。というか多分199ですよね。これ多分ドリーするとワンチャン危ないのでパスするかなと思うんですけど、りょうさんのストライカーはハースなんだね。ここはドリドリでいくかな。全部オールドリブルで抜けるんじゃないかな多分。ワンツーっていやワンツー取られちゃうっしょ。これ多分時間切れしたっしょ、考えてるうちにこれ多分時間切れしたっしょ、考えてるうちに。ここはドリブルしかないのね。これはでもそうですね、真ん中のドリブルが有効か。クリアシュートできましたね。俺はもう負けるのは嫌だ。大空翼に負けるのはもうたくさんだ。よし来い。ここは A キャッチで大丈夫じゃないかな。あ、ジャンピング使ってですね。ジャンピング使ってちょっとあれですね、考え悩みすぎちゃいましたね。慎重にいってますね。さあここからどうなる。ワイラン左サイドですかね。ワイランからもう一回多分ラファエル、そしておここで一気にナットレーザー、のドリブルからナットレーザードリドリ行きたいところですね。これ多分いけます。その後のマッチアップした多分ブンナークも多分いけると思うので、そこのから走って、あとは A パスがどうかって引っかかるかどうかですね。ぴょんぴょんして A パスでもワンチャンなアドゥンが引っかかる可能性あるんで、そこだけ気をつけたいところ。おっとここ止めていく。そして見過ぎ、すごい強い、この強いんだな。ここは自動が働かない。お、止めた。ラファエルに戻る。そしてあ、これチャンスですね。パスがあるのか、ピンポイントパスありますね。フリー、あ、フリーでいけますね。ただ全力がつくので、りょうさん全力つくかどうかっすね。うわー、読みがち 100% に止められていく。ここはドリブルでよかったんじゃないかな。ドリドリでも多分大丈夫でしたね。ここは多分パスカでなんとかなるんで、下手にタックルしない方がいいかなと。ロベルトなかなかあれですね、井川との相性悪いですからね。はい、でこれ翼です。お、こっち行く。さあ全力がつくんだね。あ、全力で突破してハースかな。相方クリスチャンセンがいないんで浮き球は乗らないのがポイントですね。先についた、つけなかったですね。つかなかったのかな。いやでもラッファーでどうなんだろう。やっぱりサッカーは楽しいな。謎。いやこれ止まるっしょ。おパス読み勝った。このポイントだ。逆あ、オルフェイス A のね試合もやってますんで。ここはS ですね。これ止めてくるかな。ニューブラジル、ブラジルドリームコンビ、あフルメタルファントム打てるんですね。これ多分ワン全力ワンツーで、ただあれですね、虹初段なんで、初段の全力なんでフルメタルファントム多分止まりますね今回。どうだろう、絆と爆破して20だとどうなんだろう。さあここはまあ吹き飛ばし前提で打っていきたいところ。いるならドリブルしちゃうなそう、よくないところ、自分ならドリブルします自分そういうとこダメなんですよね。自分はいドリブルしますだって入らんもんね、ここからだとね。やっぱそうですよね、読みとしてはこの距離だと全力中なので止まる可能性の方が銀繰りだから。たまに飛ぶけど、このほぼ多分ゴールエリア内のところじゃないと若干数値下がるんで、日給の27、厳しいね。そして金、これは独占も不利なんで止まるんじゃないかな。おお吹っ飛んでいくこれは確かに何ですねこれはいやこの間の姉ですね。逆に打つもんすね、やっぱね。やっぱ自分も打ってこっかな。いやこの間のコドゥンガのね試合も数値とかあったんですけど、独占フリーなのもあったんですけどね、あそこの1点で負けちゃったんで、やっぱ打っていくっていう方がいいっすね。やっぱどうなんだろう、今のはちょっとびっくり。抽選レンジが無制限に、決勝トーナメント無制限になってるんで抽選レンジは広いですから、その辺がどうなのかってところですね。あと、全力吹いたのが亮さんの方が遅いので、ここをどうしのいでいくか。このまま突してくるかな。突してきましたね。止めれるキャラがもしかしたらラッファー、ただロベルトフリーですね。ラッファーワンチャンあるけど、全力がこれ3にいったらもしかしたら時間的に切れる可能性が。多分亮さんはラッファー警戒したんじゃないかな。やっぱりサッカーは楽しいな。ラッファーじゃねえ、ロベルト警戒したんで多分パスカパスカにしてると思う。この次も多分パスカでいくんじゃないかな。やっぱりサッカーは楽しいな。全力切れちゃうかな。やっぱり行きましたよね。ここで行くんだ。全力は外に開いた。なるほど。ただこれはフリー、全力残ってますね。切れてる、お互い切れてます。これはただやばいですね、スタミナが切れてるんで。さあこれどう、ただ600台は出せてるはず。620とかただ入る可能性ありますね。この距離は危ない。さあどう、止めていく。ただ若林のスタミナが S 技2発というわけで、前半はこんな感じ。正直若林抜けるかどうかの戦いなんで。さあ絆チェック、亮さんはちょうど20ですね。これは自分的にはこの子入れてる理由は何なんだろうはい、そして赤い彗星さんは16、他なんか載せてないのかな。16なんですね。他なんか載せてる、乗るキャラがいないっすもんね。パスカルも出場してないんで大丈夫ですね。でこのここで5.23 のパラメーターが1パーで17。他は大丈夫な感じですね。はい、こんな感じ。さあ、後半。K 君が0でいいや。お相手さん今日強いですからね。はい。見すぎ、まあ、ここは全力貯めていきたい。ドリブルでくるかな。その後がすごいね、オルフェウスはこううち誰も文字で応援しないから面白い。これ取れんじゃない。ああ、弾き止まりか。さたけし、あ、いいですね、いいラインの下げで。ここは弾くよ。これ意外と弾くんですよね、この子。さあ、ここ落ち着いていきたいところ。あ、自動きますね。ちょっと焦ってますね、ここは。しっかり今マッチで良かったかもしれないですけど。さあ、赤い表示さんのチャンスですね。これはこれも弾いていく。そしてまたいい顔。ここは今回危ないよ、危ないよ。はい、切り抜けてみせるぞ。ああ、クライシスタックル99積んでるんで、これ止まるかもな。100% なんで、ギリギリ止まるかもしれないですね。読みがち。ぶっちゃけパスの方が危ないかな。どうだろう。ラファエルにパスしたいですよね。よし、このポイントだ。さあ、だから属性有利なんだよ。あ、抜けましたね。で、ここであ、ラファエル行かない。あ、ここでドリブル。ここで守るんだ。3万いくんだね、お茶が。すごい。俺のドリブルとこれでも、これ3万だったら全員抜けますね、これね。止めることはできない。あ、そう当たりますよね。あ、そしたら走っていって、あ、ブース減ってる。すげえ落ちてるけどまあでもドリブルでいけるんじゃないですかね。ああ、全力か。全力だったらワンチャン止まるかもしれない。あ、なるほど。うわ、弾く。さあ、これは赤い彗星さん、たけし。マッチはたけし。あ、これドリブルでいけそうだな。そしてなんとロベルトフリー V3 積んでる。素早いが積んでますね。タックルパスカットの方が良さそう。ここは多分タックルパスカットに抜かれてするので、このあとライン次第ですね。さあ、どうなるかな。ライン上げないと危ない。あ、これは若干。ただ伊賀はドリブル抜かれますからね。これ読み間違えると、ああデンジャーキャラいますね。ここにデンジャーキャラいる。ただ一発目のドリブルはこの位置からは始めたくないと思うんです。自分だったらパスカパもうタックル、ああタックル。次もパスカットしますよね。おーっとここタックルいったりょうさん、すごい。いい読み。あ、フリーですよ。きた。これは分断区。ドリブルは防がれてない。ここはドリブルで勝負したいところ。数値そこまで高くないですね。全力はお互いついてます。まあこれでも S 技で勝負するしかないですもんね、基本。ああ、高浮き。これハースいけますね。さあ、どうかな。さあ、外に開いてハースきた。あ、お茶のある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 。お茶のいけんのかな。誰にパスすんだ。あ、もう一回戻すよね。危ない危ない危ない、危ない危ない。これしかも、あ、ラインは井川がいるのでオフサイドはない。さあ、ラスト。相手は僕がさせてもらうよ。ああ、銀クリ。ただ赤井先生さんの方は全力切れてます。カラストでもこれ止まんじゃねえかな。ほぼスタミナハース、そうっすね、バフ盛りじゃないとまあまあ止まるんじゃないかなと思ってるんですけど、このレギュレーションだったらクエスチャンスいないんで、そうですよね。はい、いやー中盤での攻防すごかったですけど、はい、というわけで、勝負は、黄金世代の亮さんの勝ちという形になりました。オルフェウス B さんありがとうございました。はい、というわけで、ゴルコンから、ベスト8なんとか出たのでよかったんじゃないかなと。そして、オルフェウスさんありがとうございました。どちらもね、オルフェウス A、B と両方ともベスト16に進んでいるということで、K 君の連盟さんね、非常に猛者の方多いなというような印象でございます。というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。